クララサヤカの入場曲、改めて行くと、え、めっちゃかっこいいじゃん。この曲めっちゃテンション上がるんだけどって思いがち。えー、今回ですね、スターダムの試合でございます。工業ですね。ニューブラッド大会、えー。今回ですね、スターダムワールドじゃなく、YouTube で全試合ライブ配信が見れたということで。えー、僕はですね、えー、いつもスターダムワールドで見させていただいてるんですけど、YouTube でのライブ配信は見ないで、えーまあ、言ったらコメント欄を見たくないから。 で、その YouTube 動画で上がってる、こう書き込みのコメントも見たくないから、開いて、こう見るみたいな。もうね、ほんとたまにあるんですけど、YouTube のニューブラ、YouTube しか見れないことがあるんですよ。今回も YouTube しか見れないですから、ニューブラッド大会って。で、見たときに、一番上に、その、桜やとリナの勝者のこのコメントがあるみたいな時なんかネタバレみたいな時があるんですよ。だからもう、隠して、もう開いて全画面みたいなことし,たしないといけないんですけどね。 で僕はですね、この大会見てて、やっぱり一番注目してるのは、もちろんね、桜谷選手、さくらんぼとしては、あーやっぱね、あのね、成規を誰が切り崩すかっていうことを注目していて、まあ、ひなと、天崎選手のこの次期チャレンジャー戦っていうのも、まあ、注目はされてたと思うんで、僕はですね、あのー、桜谷選手のマイクにめっちゃ怒ってるんですよ。なんかこの X とかの、まあ、いろんなので見てたら、あ、 追い込んだねだったりとか、あまたね、えーあの、あと1年半しかないと、あまあ実際、実質8ヶ月欠場してましたがね、シンデレラトーナメント間に合わなかったですし、それ時間がないから、あだけど、あの目指して頑張ります、また挑戦させる1年半しかないけど、また挑戦させろ、フューチャー目指すぞって話をしてて、まあ人によっては、おおーと嬉しいと、そうやって前向きで嬉しいなって言うんですけど、僕の中では嫌なんですよ、このコメントって。で まあ、いろんな思いがあるんですけどそれをですねこうちょうどあの百田直樹さんの「新相対性理論」という本があるんでその中で「パーキンソン理論」ってあるんですよ。もうこれがこうなんでそうだって桜彩選手だったりとか 美悠、まあ、選手だったりとかレディー・シー選手築山選手が何でそういう風になったかっていうのはこのパーキンソン理論で説明ができるんだろうなっていう風に思っててでこのパーキンソン理論ってどういうことかっていうと仕事のの量は完成たためにに与えらられた時間いいっっぱいに膨らむってことなんですよどういうことかっていうと例えば1ヶ月後にこの仕事をしてくださいっていうのと2週間後にこの仕事をしてくださいってことと1週間後にこの仕事をしてくださいっていうと結末的な仕事量は一緒になるっていうことなんですよ。 にでこれを今のスターダムのフューチャー制度に当てはめるとどうなるかっていうと3年縛りですよねで二十歳縛りですよねまあ二十歳縛りと3年縛りってちょっと違うんですけど思惑としては3年縛りで3年以内にフューチャーを巻くレスラーと2年以内にフューチャーを巻くレスラーと1年以内にフューチャーを巻くレスラーってそこでの完成度って多分一緒なんですよこのパーキンソン理論でいくとだから1年目にフューチャーのベルトを巻いたレスラーは その3年後に巻いたりすると力が、加減が一緒になるけど、でもその巻いた後の力の付き方っていうのは変わるわけじゃないですか。だから極論でいくと、1年以内に、フューチャーの資格を1年以内にしようが、2年以内にしようが、3年以内にしようが、4年以内にしようが、5年以内にしようが、フューチャーのベルトを巻いた時の力ってのは変わらないってことだと思うんですよ。だから、3年以内に、 ですよね、解釈の仕方が悪いっちゃ悪いと思うんですけど3年ギリギリで取ればいいんだよね理論があるんですよだからさっきから綾選手だったりとかまあリリー・シー選手月山選手だったりとか天崎美宇選手もそこに入っていくんですけど3年以内に取ればいいんだよねみたいな3年ギリギリで取ればいいんだよねっていう理論が良くないなその選手の成長を妨げてるんだろうなと思うんですよ で、僕はそのマイク、桜選手のマイクに怒ったのは、1年半後挑戦させろよ。私は時間がないから、ま挑戦するぞって言って、この表明って、1年半後もフューチャーを目指すようなレストランでいいんですよって宣言じゃないですか。絶対僕はおかしいと思って。で、まあまた、ね、もう一個いろんなこと考えて、最近ちょっと僕がハマってることがあって、こちらですよ。結構ですね、大谷翔平選手の、 でで今ここ、初段になるって、僕、今、将棋の目標で全然書いてないんですけど、このオープンマインドで大谷翔平目標ノートってあるじゃないですか、で、ここが大谷翔平選手の時は、確かドラフト1位で8球団から指名をされるっていうことなんですよね、でそこからこう分岐していくんですけど、桜倉彩選手が、ここを何にしてるか理論なんですよ。 ここ。で、ここをフューチャーのベルトを巻くっていう理論になったら、こう展開していくわけで3年以内に取るだったりとか、3年以こうどういうふうにしていくかっていうのになってるじゃないですか。で、僕が押してるリアン選手は、ここをフューチャーのベルトじゃないと思うんですよ。で、ハイスピードを目指してるって言ってますけど、ハイスピードを目指してるじゃないと思うんですよ。で、僕が押したエレストラーは、この中央のここが、 赤のベルトだったりとか、白のベルトでもどのベルトでもいいんですけど、自分が東京ドームとか両国国技館とか、日本武道館だったりとか大きいところで自分がベルトのチャンピオンとしてメインイベンターで、その会場のお客さんを倍にして防衛戦を捨て勝つっていう目標だと思うんですよ。基本的にこの真ん中って。で、そうなると、ここが今言ったベルトを持って、 ベルチャンピオンとして防衛戦を大きい箱でしてでそれのメインイベンターとしてお客さんを前にするっていうのがこうだとするじゃないですかでフューチャーのベルトを3年以内にと取るってここにも入んないと思うんですよ正直フューチャーのベルトをマイコーがマいマが結局のところ5スターグランプリを優勝するっていうのが一番近くなっていくと思うんですよねまあシンデレラか5スターだと思うんです基本的に、まあ、赤白 IWGP マックっていうのがあると思うんですけどだから僕は 僕個人的な考えとしてはフューチャーを巻くっていうのを目標にしてるレスラーと今言ったよリアン選手だったりとかだから押されてるレスラーはちょっと違うと思うんですよリアン選手と、あのー、例えばクララ選手とかはここの真ん中はフューチャーにしてないと思うんですよ意識としては。でやっぱなんかこうレディーシー 選手だったりとか月や、まあ、俗に築山選手とレディー・シー選手ルートで天崎美桜選手もそこに半分足を突っ込んでてその下にさらに桜井選手もそこに突っ込んでるんじゃないかって僕はすごく心配してるって買ってあったんですけどまあこれがパーキンソン理論とこのオープンウィンドウですよねこのどこを目標にしてるかっていうところでそこに差がついてるんだろうなっていうふうに思ってで別に僕はレディー・シー選手 じゃなくてレディー・シーさんとか、月山和さん、桜彩さん、だったりとか、天崎美優さんは好きですよ。レスラーとして、選手としては応援しづらいなって思ってるだけなんですよ。僕の思いは、ファイブスターグランプリを優勝する。だから3年以内にファイブスターグランプリを優勝争いに絡めるようなレスラーが欲しいんですよ。 じゃあ僕の中でですよ、フューチャーのベルトを巻くってことは、5スターグランプリで優勝するステップとして使うってことだと思ってるんですよ。基本的に。だから別にフューチャーのベルトを巻けなくても5スターグランプリで優勝してくれるんだったら、僕、そこにとらわれる必要は全くないと思ってますから。だから花子は別にフューチャーのベルト巻かなくてもいいと思ってますよ。まあニューブラッドで月山選手の夢に付き合わされてる感があって僕はあんま好きじゃないんですけど、フューチャーで3年以内で、だから各選手に、 フューチャーのベルトを何年、あの3年にします、2年にします、1年にします、必要、あの、そのベルトに挑戦し,しませんかって選択してもいいですけどね。で、これの理論的なのも、もうちょっと、 まあ面白いとこってなるかよくわかんないんですけど政治家の人たちってぜみんなエリートですよエリート中のエリートだけどこう組織として集まるとなんでなんでこんな偏屈になるのってあるじゃないですか,だか学校とかでも会社とかでもエリートの人集めてもダメな人はダメになるっていうのがあるじゃないですか。だからスターダムに スターダムに所属できるっていうだけとんでもないエリートってことだと思いますよ。やっぱスターダムのこの間のね新日本プロレスの株式の,あの報告会のとこでやっぱ団体でのトップでして大きいと今度東京ドームとかでやるし大きいところでもやるしペーパービューで販売してもやっぱ売れるわけですよね。それくらいもうエリート中のエリートですよ。だけどじゃあエリート中のエリートがそれぞれ立っててじゃあ目標は何かって言われたらさっき言ったみたいに。 各それぞれ目標の高さっていうのがみんな一緒じゃないわけなんですよね。でまあそこが不思議っちゃ不思議ですよ。まあそれは人間の,そのいろんな理論のとこになってくる話だと思うんで。ああねなんか本当ファンとしてはやっぱこう新人のレスラーが入ってきた時、まあ、ずっと不遇っちゃ不遇でしたよ。あのーまあ、宇多選選手手とと上谷選手と で、そこから飯田紗弥選手がいて、宇多美選手、バーンっていった、上谷選手がバーンって言って、飯田選手が遅れて、そこからレディー選手が来て、飯田選手は怪我したんですけど、そこから月山選手が移ってきて、そこから天崎選手が来て、1人ですからね、で、花子選手と桜井選手が来て、桜え選手は欠場で花子選手が1人いてて、天崎美優選手と月山選手、レディー選手の下になぜかさせられて、花子選手が。で、その次に柚木選手が来て、で、えー。 えー、矢上選手、クララ選手で、リアン選手が来てって形になってて、また、あま、2025年になったらまた3、4人取ると思うんですけど、ずっとこうライバルがいなくて、ライバル関係のストーリーがずっとなくて、でそこにあのリナとヒナが入ってきてるわけですね。まあ、そ当時、花もありましたけど。だからそうなってくると もう3年間でその若手の争いをするけど、ライバル同士のストーリーっていうのはもうないわけじゃないですか。だから僕の中で、ニューブラッド大会でやるときにもいろんな試合があ,ありましたよね。リアン対稲葉、もかですよね。で、あずとは矢神か。で、えー、クララはソイ。ソイ選手、PPP 東京でしたよね。PPP 東京は花子か。 だまあ、こうあって、だどこで、ウィーエフ、リアンどこだったからですかね、まあそれで天崎選手と、こう、ひな選手とかあってね、そういうのあったんですけど、正直もうそろそろね、あのー、今、熱いのはクララ選手とこのリアン選手だと思うんですけど、リアン対クララの炎の五番勝負ぐらいしてほしいですね、毎回、アンとリアンとクララで、ニューブラッドで試合をする。 なんかそういうので面白いし、なんかこう,う誰がライバルで、誰がどうなんていうのをものすごいあやふやにぼかしまくってるってもうわざとそう、誰が強いのかっていうのを優劣をつけないようにしてるっちゃしてるような気がするんですけど、まあそれでフューチャーを巻いてる人が一番強いけど、別にさっき言ったみたいにフューチャーが巻くことが、ファイブスターグランプリに出場権になるっていうんだったらいいんですけどね。で、ニューブラッドのタッグも、 なんかフューチャーにフューーチャーじゃなくて5スターグランプリに出場する権利みたいな感じ感があるんですよ、飯田紗哉選手があー出ましたからね、ニューブラッドに。 何か,、ね、かこう何のためにフューチャーのベルトを巻くかっていうのがなんかファンの思いというか、まあ、僕の思いと桜彩選手が好きなレスラーだったりとか、まあ、そのベルト巻いて輝いてくれたら僕も元気出るよっていう人ももちろんいるわけですからそれはそれでいいと思うんですよただ僕はやっぱもうずっと一緒ですよあのメインイベントしかり大きいところしかり5ランプレ優勝する人だったりとかベルト巻いてるとずっと一緒じゃないですか。かそこに まあ、レディー・シー選手、月山和選手だったりとか、そこ、絡んでほしいんですよ、まあ。肌は絡むかもね、歴はないですかマ、まあ、アズパイとか、えー、キットだったりとか、まあ、あるんですけど、やっぱそこに、天崎選手だったりとか、まあ、それがこう集客につながるみたいな。だから、レディー・シー対月山和だったりとか、あ,あの、レディー・シー対天崎美優で、赤の、 ベルトのメインイベントをしてお、両国国技館をいっぱいにするとかね。そういうところになってほしいんですけど、も、ま、う、あ、ずっともう中野多摩、まあ鈴木鈴は行、い、ってきてあれですけど、中野多摩、鈴木鈴、マイカ、トーラナコ、渡辺桃、で、岩谷真優、まあ一緒じゃないですか。で、はずだったりとかね。 もううん、もう白河美南選手、まあ海外にもこうあったりするんですけど、もうずーっと一緒のレスラーで上でこうやってるだけ、やっぱそこにこう若い人が行ってで、それでお客さんがさらに集まって、どっちが勝つかの楽しみだなっていう期待感みたいなのが欲しいんですよね。だからそれの足がかりのためのフューチャーっていう制度だと思ってるんで。 まあそれはさっき言ったみたいな、だから、うん、レスラーにこれちょっと提出してほしいですけどね、私の目標のど真ん中はどれだと、ね、ここを何にしてるかと、でそれで、あ、ね、あ、フューチャーのベルト巻きたいんだったら、フューチャーのベルトを巻くための努力してるから、それはそれで応援し,しがいがあるし、それはいいんですよ。で、こう、さっき言ったみたいに、ファイブターグランプリを優勝するっていうふうに言ってたら、そんな無理でふざけんなよっていう人もいるかもしれないし。 それはそれで僕は押したいね。選手が何を目指してるかどうかっていうのが結構あやふやなレスラーが多いんで葉月選手とかだったらこの真ん中をあの白のベルトを巻くってことだと思うし河モ桃選手はこの真ん中のベルトをハイブスターグランプリ優勝だと思うんですよ。だから河合選手と水森ゆな選手が僕を押せるのはニューブラッドでどうこうっていうのを言わないからですよ。 今の時点ではあのニューブラッドのベルトに行きますとかニューブラッドでどうこうっていうのはないですかね水森優菜って。多分ユナモに関してはシングルプレイヤーとしても結果出したいしさくらとクララと水森ゆなで多分アーティスト巻きたいんだろうなっていうのはあったりすると思うんでだから交互も選手が誰と組むかっていうのは浮いてますからね。もうまあなんか年末の,の今年のスターズの振り返りみたいなところっ岩谷真優選手と組んでゴッテス巻きたいって話をしてたんですけど。 実際、タックパートナーは決まってないし、まあ、いないようなもんですよね。どっちかというと、岩谷真優は,は、岩谷真優選手は、ハナンと組まして、アイコンタクトで打っていきたいって形な、ね、気がするんだから、ハナンと飯田のウィンゴリーじゃなくて、岩谷とハナンのアイコンタクトで、あとは FWC ですね。そうなると、飯田選手とこうこう、 交互もも選手が組むからいやそれどうなんみたいな2人ともタイプ違うしみたいなとこになるんでねまあまあ実際だから、まあ、やっぱそこで感じた違和感っていうのはずっとこう僕の中でふつふつと感じててでそれで X とかのーだったりとかコメント見てたら。 桜まだいけるぜとかまあその頑張れよっていうコメントがあって自分が思ってるのとやっぱちょっとずれがというかんっていうふうに思ったりしてたんですけどまあそれはさっき言ったあのどこに軸を置いてるかってとことさっき言ったその理論ですよねパーキンソン理論があるからうんだからなんかこのまあ今のままでいいと思うんですよ結局トップ団体ですからなんだかんだ言ってまあいろんなのがありますけどだから無理してこうやって動かすよりも まあ、安定しててていいるところでやっていくっくうのが運営チェン運営営だと思うんでだからそこのところでもうフューチャーの資格を1 2年にしますとか1年にしますとかあもうフューチャー、まあ、なくしますじゃないですけど、まあ、そういうところまで追い込むのは多団体の女子プロレスがもっともっとプレッシャーをかけていかないともうずっと同じ、えー、イベントじゃ同じのじゃダメだっていうふうになるはずですから。 そこのところをちょっと変えていくっていうところになるためにも、うーんもっとね、他団体がプレッシャーかけていくっていうところと、選手がね、何を目標にするかっていうところの透明化とうーん、もっともっとフューチャーをなぜ巻きたいかっていうルートの、まあ、新しい、だからもう別にフューチャー巻いてないけど、5スターグランプリ優勝しちゃったとかでも全然いいんで、まあ、それやったらもう、花子のね、ルートがあって、まあ、フューチャーにしがみつく必要もないんじゃないかな、みたいな。 なんかそういうのでも、フューチャーの役目が終わったから、もうフューチャーのベルトありませんみたいな。全然そんなんでもいいんじゃないですか。それか1年に、まあ年に1回ある新人トーナメントがあって。だしだそれだったらデビューの時期を合わせないといけないですからね。先にデビューしてる方が有利ですから。だからそう考えたら花子はゆずきに負けちゃいましたからね。 まあ、それか新人のリーグ戦をするかですね。まあ、そっちの方がずっと意味があるのか。まあ、た他団体読んだりとかして。で、その間は本シリーズのレスラーはお休みで、みたいなね。なんかそういうのがあると、ちょっと面白いのかなと思うんですけど。えー、まあ、ぜひね、あの、このノートね、これ、いろんなので応用できるんで、まあ、ぜひね、皆さんもやってみてはいかがでしょうか。これを、を結構これを埋めるのが好きになるんで、プロレス見ながらね、あどういうふうに書いていくかと、楽しんで、えー、ぜひね。 皆さんもやってみてください。